フランシス・エワルド・フランシス・エワルドは、フランスの歴史家、哲学者。ブローニュイコールビアンクール出身。1970年代に、ミシェル・フーコーの助手を務め、フーコーの多くの遺構の出版を監督した。エワルド自身の研究は、アントニオ・ネグリから、正しい風化事案と評され、フーコーの福祉国家の歴史に、政府概念を適用した。エワルドは1960年代半ばに、 ソルボンヌで哲学を学んだ。5月革命の後、もう卓東思想のプロレタリアサハゴ派、シュプロレタリエン、GP に参加した。1970年代初頭にブリュアン・アルトアのリセで哲学を教えており、また、中3階級の弁護士が、地元の甲府の娘ラコーズ・ジュッププラの殺害の容疑で、逮捕された際はその政治的展開の下中にいた。GP は、この件について、 ブリュエ、そして今彼らは子供を殺しつつある。と題する論文を発表した。1972年6月、殺人事件の現場を訪問した際に風光と出会い、GP が勃発した後は、彼の知的見解をもって、自身を再構築するようになった。1976年から風光が死亡する1984年まで、助手を務め、彼の著書や講演の編集を行っている。 職場の事故に関する政府報告に関与するよう、ダニエル・デファートに依頼され、現代の福祉国家にとって、職場での事故に関する法律責任の法的概念を置き換えるリスクの保険数理的概念を重要と考えるようになった。エワルドは、不幸の分析について、革命に言及することなく政治闘争の必要性を示唆するものと解釈し、 ニーチェとソルジェニーチンの見解を関連づけるという新たな哲学的アプローチを用いた。1990年代初頭まで普通保険業界の知的財産であり、普通使用雇用者組織であるメドフのイデオロギー的基準を担っていたとされる。2004年の環境検証を準備した国ン委員会の一人、2006年にレジオンドヌール勲章を受賞。ありがとうございます。